大久保美里と申します、はい、いつもこういう作品あ、はい、版画で自分の作品を作っていまして、はい、ベニヤ板を使って、うん、ベニヤ板の上に描いたものを版にして、はいはい、でこういう丸はベニヤ板を実際彫って彫り跡が出てます。あ、そうなんだ。はい、ああそういうことか。タイトルが、はい、ミニチュアガーデンっていう、はい、ミニチュアガーデン、これは4なんですね。そうね。これは連作の4つ目の作品でして、はい、ちょっとこう小さい、うん、お庭をテーマにしていまして、はい、でちょっとこの時のテーマでもあったお水と、はい、水と、はい、あとこうこれちょっと人なんですけれども、うん、人とのこう、はい、なんか関わりと、あと私こう彫り跡を入れて削っていくことで、はい、うん、なんかこう物がこう蒸発してこう消えていってるような風景を、うん、テーマに描いてます。そうですね、彫り跡がね、やっぱり別の視点というか別の 見方が同じ絵の中でありますよね、はいはい、違う次元のものが入ってきてるっていう感じがしますね、はい、うん、それだけいろんな思いがこう乗せられそうなね、はい、少しちょっとこう濃い作品で、はい、これはなんだろう、またこれもお水なんですけど、お水でこうちょっとこう旅に出てる風景で、うん、少しこうまたこの船がこっちの作品に、はい、やっぱり船なんだ、船です、やっぱりね出てきたりとか、うん、でもこう実際は小さいこう箱庭の中で旅をしてるんですけれども、はい、うん、なんかそこからこう出たい気持ちもありつつ、はい、やっぱりこう出れない世界だったりとか、うん、私のこうもしかしたら身の回りかもしれないんですけど、うんうん、なんかこう関連けて、はい、同じテーマでずっとこう作品を作っているので、はい、同じものが出てきますね、ところに出てきたりとか、なんかこういうものがまたこう出てきたりとかっていう風に全部こうつながっていってるイメージで作ってます。